今日のコメント、またハルカッツさんを見始めました。おしマーク、わー、僕のおしマークつけてくれてありがとう。また見てくれて嬉しいです。どうもハルカッツです。皆さんアニポケは見ていますか？様々なキャラクターが再登場して見ててワクワクしますよね。てかスー君、最近動画編集どう？大変？ここの編集はそうでもないんだけど、別の仕事してるから前より大変かな。僕の相方マルチクリエイター。そこで今回はアニポケキャラの初登場時と再登場時の作画の違いを比較してみた第2弾をやっていきたいと思います。では関係ないけど、多分今復帰してだいぶ経つと思うんだけど、これ撮影が復帰1日前でめちゃくちゃ緊張しています。どうなってるかな、不安だな。というわけでよかったら最後まで聞いててください。アニポケキャラの登場時と再登場時の作画の違いが衝撃的だった。アニポケは1997年から現在の2022年まで25年もやっている長寿アニメなんですが、今回の新無印編は全地方が舞台になっていて、このシリーズでは過去に登場したキャラクターがたくさん再登場していますよね。今回は登場時と現在の新無印編で登場した時の作画を比較していきたいと思います。まずはアイリス。アイリスはベストウィッシュ編のヒロインですね。今は一種地方のチャンピオンになり、マスターズ8、世界第7位のトレーナーにまで上り詰めています。さてどれほど作画が変わったのか。わあ、なんかキラキラしてますね。自信に満ち溢れた顔になりましたし、普通に可愛いですよね。次はシロナ。シロナは新大地方のチャンピオンですね。さて作画はどれほど変わったのか。うわ、なんというか昔は大人のお姉さんって感じがしたんですが、今は若返ったって感じですね。顔のバランスもさらに良くなり、綺麗を抑えて可愛さが増した気がします。次はルザミーネ。ルザミーネはサンドムーン編で登場した大人キャラリーリエのお母さんですね。もともと綺麗なママですが、再登場した時の作画はどうなるのか。うわー、かわいい。ぜひ結婚してほしい。モン博士という旦那さんが見つかって一気に色気が、すいません。次はママつながりということで、サトシママ。サトシの夢を全力で支えてくれる説明不要なキャラですよね。そんなサトシママはどんな風に変化したのか。おー、かわいい。昔は思ったよりママ感ありますけど、新無印のママめちゃくちゃかわいいよね。最後はリーリエ。リーリエはサンドムーン編の一番人気のマドンナ的キャラですよね。前々からサンドムーン以外の作風も見たいと笑いのキャラでもありました。そんなリーリエの新無印での作画がこちら。うほほん、かわいい。満足。比べるとそれ以外の言葉が見つからない。最高。まあこんな感じでアニポケキャラの登場時と再登場した時の作画の違いを比較してみた第2弾でした。ちょっとのご動画したチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。では次の動画で、せーの、グッディー。